さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。お前は下がっていろ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木ノ葉上層部の命令で、ウチハイたちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ！あいつはそんな男ではないと思っていたが、イタチめ、死に際に全て喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく、影の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない。多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だが、お前に秘密を明かしたイタチは、木ノ葉に対する裏切り。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。お前は俺が潰す。小僧が。なるほど、ただの小僧ではないということか。決めろ、団蔵。こいつ、わしを凌駕するか。敗北に染まるその姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。分かったか。俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。これが目で語る戦いだ。ウチャをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木ノ葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。
この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。兄さん、まずは一人目だ。うちは…カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。すっか…逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、木の葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏将封印術。サスケ、団蔵から離れろ。ヒルゼン、結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる木の葉、俺は闇の中の根。こんな俺をどう思う？なあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ。木の葉へ向かう。